どうも、ナチョです。今ちょっと友達と庭で焚き火をしてるんですが、実は今からですね、テレビの取材が来ることになりまして鈴木さんの土曜だよという MRT の、まあ、宮崎のローカルのテレビ局の取材がうちに来ることになりまして、多分もうすぐ来るんですけど、ちょっとあの焚き火をして、ちょうど今からちょっと飯後で飯炊こうかなって思ってたところなんで、来たら、取材に応じてもしかしたら一緒に焚き火を楽しんでとかするかもしれません。近いうち宮崎県内で放送されると思いますが、その時にはちゃんとご報告したいと思います。では、来るまで待っておきたいと思います。これね、もうこういう木のね、根源の棒が一番分かりがいいっていうね。細いより太い方がいい。いや、まあこんぐらいのなんか板適当な。これ金のやつよりもこっちの方が全然いい。触って、コト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 言うから。おお、そんなパッコン割れるもんなの？やった。やけん。今のは軽かったね、ほんとね。ああ、止まった。勝てよ、ちょっとね。おお。あ、それでも割れたね。割れた。うん。今力いらんかも。ああ、これ勝て。もうね、それね、枝になっちゃうからね、勝てっつよね。一回抜いたがいいわ。あー、ダメやん。ドラ、俺やるわ。うん、それ多分ずっと割れんはず。こんにちは。じゃあ、うわー、どうも、はじめまして。僕ら鈴木と申します。よろしくお願いします。まあ、YouTube でちょっとやってるんで、はい、ナチョっていう名前でやってるんですけども。ナチョさん、はい、よろしくお願いします。はい、ナミです。ナミさん、はい、ナチョ&ナミ&ウーゴって言います。ウーゴさん、はい、ウーゴちゃん、男の子、女の子、男の子です。ウーゴくん、あら、まっちゃんが好きなのまっちゃん、まっしぐらじゃないですか。ウーゴくん、こんにちはご覧ください、この笑顔でいや、ものすごくいい笑顔されますね、ナチョさんは。もう幸せになるんですよ、そんな笑顔される方見てると。本当に素敵な笑顔の旦那さんですね、はい、見つけました、ナミさん。このスペースでさっきね、お二人でまどろんでいらっしゃって、もう憧れですよ、遠くから見たら。本当にあの薪棚もすごく、もうあれだけでグッときますもん ね、 ね、これも作ったんですけど。自分でやりますね。あー、いい、ナチョさんめちゃいい、これ。もう全部ね、こういう道具をまとめられるスペースやっぱいりますよ ね。最初も、まあ、これ信用紙なんですぐ割れるんですけど。なるほどなるほど。キャンプレーンだったらキャンプには使えると思いますね。絶対そう。もうぬくさんが嬉しそうに。あれです。はい。これあの私がここ真ん中パカって、はい、たらもう命中したらもう割れるはずです。これ私ですね、シーバで仕込んだんですよ。なのでいきます、はい。割りますよ。はい、どうぞ。いきます。はい。おいしょ。おい、すげえ。紅葉樹だから、紅葉樹だから硬いですからね、これは。本当ですか。こっちも、ね、大きさがこれですね、これが欲しい、これが欲しい。いやまだ家上がってませんからね、今日これは長くなりますよ。ありがとうございます、すいません。ありがとうございます。ナトさん、はい、あのさっきちょっと気にはなってたんですけど、はい、こちらの方は僕の友人でですね、はい、ちょっとあの今日たまたま来ていたんで、はい、ちょっとあの僕 YouTube チャンネルちょっとやってるんですよ、エビのサルキっていう YouTube チャンネルやってて、はい、せっかくだからこう撮りたいなと。あ、もうちょっとなんかコラボみたいな感じになっちゃってすごい、もう通算の名前借りてちょっとバズらしたい。いや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 、チャンネル名がもう一回、エビのサルキです。
エビのサルキをご覧の皆さん、どうもナチュアンド続くです。よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。もしよろしければの続くチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。細々とやっておりますので、いや実は僕あのナチョさんのその YouTube 見たことあるんですよ。ああそうなんですね。はい。あの釣りのやつやってらっしゃる。はいはい。渓流釣り。ヤマメ。はい。弟さんと。はい。あれ見て本当今シーズンも終わったんですけど、はい、今シーズンから始めたんですよ。せっかくクルソン峡とか綺麗な川があるんで、はいはい、やりたいねってなって、まあ、ルアーで、はい、まあ兄弟で2人で行くようになったんでうん、うん、最初から、はい、じゃあ対決しようってなって、はい、年間通してどっちがいっぱい釣るかみたいな。いやもう仲がいいんですよ。だからねもうそのうち1回行きたいですね。行きたいですね。ぜひぜひまたそれはそれでまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ボールを持って行ってきます。松田さん、はい、私行ってきますんで、はいはい、じゃあ音だけ回してください。ナチョさん、はい、ちょっと皆さんここだけで一瞬終わりますよ。やべえやべえこの部屋欲しい。やべえ素晴らしかったです。一周分締めてきましたもん。いやー本当にザ男の隠れ家ありがとうございました。じゃあいよいよ、はい、本丸母屋に行きましょう、はい、もう年末に出産予定なんですよね。で今年の冬はちょっと特に冷えちゃいけないなと思ったんで、もう薪を大量に用意しといて、しっかりこうちょっと寒くなったのもすぐつけれるようにと思って、準備してるんで昼間から。松田さん、はい、ナイスハズバンド。ありがとうございます。すいません。素晴らしい。一応言っとかないとちゃんとね。いやいや好感度上げておいて。好きなことばっかりやってると思われるからみたいな。そうそうそう。おめでとうございます、改めて。ありがとうございます。で、塚を立てて、で補強をして、で、まあここに、将来的に、はい、それレンガも自分でやったんですよ。明治も全部ものすげーたくさんです。いやいやいや立派ですよね。今イメージ持って帰ろうとしてますから家に。今ね作りかけの部屋こっちにあります。あ、そうなんですか。はい、子供が生まれる前、しかも動画に残してるのちゃんとね。ちゃんとですね。父ちゃんが作った後で言えるかですね。とその時のねお子さんがまた大きくなったらそれはっきり分かるようになりますからね。やったなと言います。今こちらワイプの方でその YouTube のその動画今流れてる。似合うなぁ。ナチョさんがスペイン語なんだ。スペイン語、はい、ぜひぜひ。すごいですね。お世話から。はい、ふさそばにナチョさんにいい笑顔ですね。どんだけいい笑顔見せるんですか。日本一の笑顔ですね、それね、本当に。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。はい、撮影が終わりました。スタッフの皆さんです。エビのサルキに出ますね。サルキ隊。はい、ウーゴーリコさんしよったね、あんた。ありがとうございます。鈴木さん、ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。楽しいひとときでした。ありがとうございました。 YouTube に出てくれる、嬉しいな。嬉しいですよね。出演させていただいて。逆ですよ。急にやられてる感が、ね、また日が帰りづらくなるじゃないですか。そうそう。日に当たって帰りたくなりますもん ね。また来ます。はい、ありがとうございました。今度はまたゆっくりお越しください。安産でありますように。はい、バイバーイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございました。どうも。はい、ということで、今、MRT の、撮影のグループが変えられました。木村つづくさんもいつもテレビで見る通りのあのまんまの方で、すごい、楽しかったです、うん、またこれからいろいろなんか関わりがあったりつながりがあったりして一緒に遊んだりできたらなと思ってます。今からちょっと飯盒で炊いたご飯をとせせりをちょっと今からちょっと食べようかなと思います。じゃあ今日のところはこれで失礼します。お疲れ様でした。